お願いします。 ですね、そもそもの話をすると、僕の脳は理系じゃなくて文系脳なんですよ。完全に直感型なんですよ。後から根拠がつくタイプ。高校生の時に理系か文系か選ぶっていうのがあって、受験のコースをね、2年生かなんかで選ばなきゃいけなくて、なんか選択肢広いの理系よねと思って、あと暗記がすごく無理、本当に日本史とかだ全然ダメだったんで、なんか覚えるの少ない方がいいやと思って、で建築の学科を受けたりとかしてたんですよね。一番やりたくないことやったらなんかわかるかもなと思って、営業絶対嫌だと思って営業、ゴリゴリの営業会社に入りましたね。5年リースのホームページですね。インターンが2月か3月からできて、まあでもせっかく仕事するんだったらちょっと頑張ろうと思って、2月と3月インターンやったんですけど、全くアポが入らなかったんですよ。で、どんどん後から入ってくる、3月からインターンとか4月に入社してくる同期とかがどんどんアポが入って、全然ダメだったんですよね。6月ぐらいから、これずっとでちょっと体調も悪くなって働きすぎてというか、で、やばいなと思って、ちょっと復活して、ちょっと仕切り直して、やったら、まあ数字がブレなくなってきて、なぜ成功するかが分かってきて、アポインター、伝説のアポインターって言ってくれる人がいました。だからそれで結構科学的要素というか、ここを踏んどけば失敗しないよねとか、こうやっとけばブレないよねっていうのがだいぶ培われた気がしますね。その次、社労士事務所ですね。まあ広島っていう拠点にいて、でまあ不愛級だったんで結構ひどかったんですよね、給与 の上げ幅、下げ幅が。でなんでこんなに給料毎月変わるんだろうと思って、社会保険の勉強ちょうどしてて、そうで、なんか始業、なんとなく始業っていうのに興味があって、で税理士、公認会計士、中小企業診断士、社労士で絞って調べて、どれだろうな、まあ社労士かなみたいなノリでしたね。じゃあなんか人の専門家っていうのはなかなか興味があるなと思って、カラーはスタートですかね。何がしたいのって言われて、いやちょっと社労士にはなりたいわけじゃないですみたいなことを言っちゃったみたいな面接で。なんか仕事してる間は結構時間経つの早いし、専門的なことを覚えるし、やっぱりこう最初は全然面白くなかったんですけど、分かんないこと多いんで、労務相談とかお客さんに、あやっぱよかったとか言われるのがすごい嬉しくて、で楽しいなと思ってたんですけど、一方でなんでこんな無駄なことやってんだろうっていうのはすごく思ってたんですね。まあ紙印鑑とか多いから、でまあ労働慣習もやっぱり変わらないし、なんだろうなっていうのはまあ悶々としてて、それからまあ IT 関係というかそういうところも興味があったので、なんかそういうのやってくれとも言われてましたし、2,30人の時にすっげー人が辞めて、入っては辞め、入っては辞めっていうのがあって、で給与計算を全部引き取るって話をしてたんですけど、どんどん引き取ったらその人が辞めて、また誰もやんないから僕がやってとか、ので4,000人分ぐらい計算してましたよ。紙をドットプリンターで印刷して製本して持っていくっていうとこまでやんなきゃいけない。でこれは良くないと思って、で、まあ、ちょうどそういうの研究って言ったら変ですけど、クラウドもちゃんと使うとか勉強し始めたっていう感じですかね。フリーとか会計フリーがちょっとずつ新聞に出てきてた頃に、はいはいはい、アドバイザーになり、いきなり東京に行って予約して東京行って、で仕分けを一緒にやるみたいなのをやったんですよ、税理士さんと、うんうん、1時間で。そしたらワンオンワンというかマンツーマンでフリーの社員さんとミーティングができるっていう、その振り返りみたいな。いや僕その会計とかじゃなくて社労士で、今作ってる給与計算がすごくダメだと思うから、プロデュースさせろって言って、でまあ、そこから全然縁があって、一回東京行くわって言って本当にプレゼン資料作って持っていったの。でフリーはこれからこうした方が、今から給与計算ソフト作るんだったら絶対こうした方がいいっていうのを持っていってから、まあなんかいろいろご縁がある感じですね。でもっといいものができるから実務不足して給与計算いきりめっちゃ面白い。楽したいというのは違うな、なんか無駄なことしたくないっていうのが結構強かったかもしれないですね。だから大変でも糧になるとか、すごく将来が見えてるとかだったらいいと思うんですけど、なんかこの紙折るのってさ、メールで済むんじゃないみたいなことがすごく嫌でしたね。なるほど。明細書を折ったりとか、そうそう、
年末調整の保険の証書のノリ付けとか。元々の会社でグループ会社を作って同じようなことをやってたんですけど、もう全然伸びないしずっと大変だし、これって収まるのかな、これどっかでと思って、で2年ちょっとか3年ぐらいしてそろそろちょっと次の一手考えないとなって思ってた時に、まあ、ちょうどね福岡とか広島がもう市場がなかったんで福岡とか行ってたんですよね。その福岡で最初の会社で一緒に働いてた、まあ、ほぼ同級生ですけど上司がいて、何やってんのって言って、10年ぶりぐらいかな、いや今こうやってる、ああやってるって言って、それさ一緒にこうやるみたいな話、あそうそうそう、でもうなんかいろいろ大変だからさ、こう全部箱作るからみたいな、あとはやってくれよみたいな感じで、あじゃあちょうど考えてたっていうか、なんかしなきゃなって考えてたとこなんで、っていうタイミングでしたね。1年目かもしれないですね、会社作って、いやメンバーだと思いますね、うちの最初の4人のメンバーって多分僕よりテコデザインなんですよね。でこの4人って多分僕以上にテコデザインのこと分かってて、テコデザインっていう行動をするんですよ。それが一番かもしれない。最初会社作るときはもう正直一人でやるの嫌だった。 Excel の Vlookとかもうやりながら電話かかってくるの無理みたいな、本当そういうレベルだったんですけど、でこれはさ、なんかバックだけでもやってもらったら楽じゃんぐらいの、ほんとそういう感じで、まあでも最初からスケールするっていうのはあったんですけど、でもやっぱそこで4人のところの期間がまあ割と 長かったというか、ポン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 と増えたんで、まあ、その時にいいよねこれっていうのはありましたね。いやなんかその組織でやるっていうのってやっぱ楽しいし、すごく心強いし嬉しいことも増えるなっていうのが一番ですね。いやというかやっぱね、 みんなから刺激もらえるのが一番楽しかったです。だから個人プレイヤー時代はなんで俺の言ってることができないんだと思ってたんですよ。なんでできない、でこうやってこうやってこうしたらできるじゃんぐらいの感じだったんですけど、なんか そうじゃない なんだろうね、こう一緒にこう作っていく感じとか、やっぱいろいろ意見もいただけますしね、なんかそういうのがすごい良かったんじゃないかなと思います。で、自分の想像の域を超えられたっていう、今までって、まあ、自分がでもせいだと思うんですけど、こうやれああやれっていうところが強くて、こうやったらうまくいくからみたいなのがあって、それをやったらほらそれぐらいでしょっていう、まあ、世界観だったんですけど、なんかパッと手離してみて、ああこういう方向もあるんかみたいな、これいいじゃんみたいな感じはありますね。そう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 、でもう無理だと思って、週に1回だけ出社させてくれって言ったんですよ。まずは本当しんどいからって、で結局休みたのが1回だけ休みで4日出勤してたんですね。でもう持ち帰りもするし電話もかかってくるしみたいな。で、まあ、その時に、まあ、全力で動かなかったら割と体が持つことが分かったんで、まあ、こう6割稼働とかにして、社会との断絶というか、理解されないこととか受け入れられないっていうことがこんなに大変なのかって正直思ったんですよね。で、要は簡単に言うと脳の誤作動の病気なんですよ。ちょっと音が大きいとか、人が多いとか、情報が入りすぎちゃってると脳がパニックになって体がだるくなったり痛くなったりしちゃうんですよね。で頭が働かなくなっちゃうとか体の全身に痛みが走るみたいな感じの病気なんで検査しても出ないんですよ。なるほど。で、表向きは元気なんですよ、こういうふうにできるから普通に。でその時になんか明日休みますとかって言うと休んで何するんですかとか言われるんですよね。いやいやいや、休むために休むしみたいな、こっちをとしてはもうギリギリのところでやってるから、あでこれって分かってもらえないんだと思って、でその時に、健常者とこう障害者って言うと変ですけど、例えばラインがあって1個線を越えちゃえば全然精度も違うし人の見え方も違うし、ある程度ハマる枠があるじゃないですか。いいか悪いかは置いといて、こっち側の人こっち側の人って枠があるんですけど、健常側の境界にいる人とかってめちゃくちゃ大変なんじゃないかなと思って、で例えば喋るのが下手でめちゃくちゃ本当に事務能力が高くて誰も気づかないとこでちゃんとコツコツやってるのに、ちょっと喋るのが下手だからって言って評価が低い人とか、
あいつは何言ってるか分かんないとか、そんな無駄なことに時間かけてるって言われる子もいれば、一方で、子育てしてるお母さんとかも別に元気なわけじゃないですか。仕事もしてるし、なんでいつも早く帰ってんのとか、もっと仕事に打ち込めようと思うけど、そんなわけないじゃないですか。みたいな、なんかその、理解のなさというか、余裕のなさみたいなのがすごく、苦しめるんだなと思って、それを解決したいなっていうのが一番ですね。個人の力でひっくり返せないものを一個ずつなくしたいっていうのがありますね。頑張ってもひっくり返せない状況を減らしたい。あ、でもやっぱそれはね、組織っていうことじゃないけど、この人数が増えたりとか、やりたいことが増えたり、メンバーによって正直変わってはきてますけど、まあ一つはやっぱり誠実さ、その絵に描いたような漫画に出てくるそうな誠実面じゃないんですけど、筋が通ってるとかは大事かなと思いますね。中途半端に主張するじゃなくとか、流れに乗るんじゃなくて、これだっていうのが、もうそうなんですねっていうのがある人はやっぱすごいなと思いますし、一緒にいて楽しいですよね。やっぱまあ一つの道を極めたりとかしたもそうでしょうし、なんか その辺はやっぱり楽しいなと思います。だから働くメンバーを大事にできる人っていう以上、知識もいりません。ある方がいいけど、やっぱり一緒に働く人をちゃんと尊敬できるとか、大切にできる人じゃないと嫌だよねっていうのは言ってますね。今日辛かったですとか、大変だ、どうしようか、焦ってますでいいんですよ。でもそれを隠すというか、なんかそれ言うと迷惑だろうなとか、私なんてっていう方が大変だと思う。言ってるのがその自己紹介とか、テコスタとかもやっぱ難しい人ってね、なかなか発言しない人とかもいるんだけど、それはあなたのためにやってるんじゃなくて、一緒にいる人たちが安心するために、あなたは誰ですっていう名札をつけてる行為だから、それはみんなのためにやってくれっていう話で、興味あるとかないとかじゃないというのはなんかあるから、そういうところのこう思いが分かる人がいいかな。そこだけかなと思いますね。まああと、まあ、僕のキャパがそこまで大きくないので、まあお願いします、助けてください。社長から何か落ちてくるんじゃなくて、こいつやってねえからこっちで支えなきゃぐらいの感じの方がいいかもしれない。本当にあれやりましたとか言う話なんで、完全な指示待ち人間はちょっとやっぱ辛いですよね。無理だと思います。多分辛いと思いますね。自分からこう落ち穂拾いをするっていう、なんか空いたスペースにちゃんと走り込める人っていうのはね、そういう嗅覚というか、あれこれ誰もやってないんじゃないみたいな。それでなんか見てみるふりをする人はいないですよね。なんかじゃあやるかみたいな。そうそうそう、気づいちゃったからやるかみたいな。そうなんかどうした、今日いつもよりご飯少ないじゃんぐらいのおばちゃんみたいな。おかわりあるよとか、なんか今日なんか食べないの、なんか食べてきたのみたいなこと言うぐらいの人を大募集ですね。本当にもうめちゃくちゃお腹いっぱいで帰ってきてんのに、ちょっと今日さなんかケーキ焼いたからさとか言ってくれるぐらいでいい。もう満腹にしてほしいよねっていう。自分たちが作ってここはいい、やりやすいよね、働きやすいよねっていうことって、一方で外から見ると置いてかれてる可能性もあって、おかしいんじゃねえのっていう人もやっぱり必要で、なんでこれやってるのっていう人は欲しいなと思いますよね。取れ高はバッチリですよ。もう1時間回していただいて、なんかちゃんと喋れたかな。はぐらかししてないつもりなんですけどね。いつもよりものすごい真面目だと思います。ね、ちゃんと今日は撮影用の感じで少しゆっくり喋ったし。そうですね、これまでのインタビューは本当大変だった。早すぎてね、どんどん喋るから。それで口前にしてみるかとか言ってやってましたね。でも早口な人多いですよね。まあ、まあここ3人が言うことじゃないですけど。そうですね。多いです、多いよ。喋りたいことがありすぎて思考がに追いつかれ、口がなんか全然回らないのがすごい、そうそうそう、イラッとする自分に、ね、すぐ噛んじゃうのとか。